皆さんこんにちは、ホームタウングループの金田です。今日のホームタウン飲食店紹介はバーガーズカフェビーチストーリーさんにお邪魔してます。場所はですね、高島屋の交差点を渡っていただいて三井住友銀行の脇の細い路地を、真ん中ぐらいまで来たところにございます。はい、楽しみですね。はい、行きましょう。営業時間は平日火曜日から土曜日が12時から、コロナで時短しているんですが8時がラストオーダーとなっておりまして、日曜日は12時からもう売り切りっていう形でなくなり次第でございます。月曜日が定休日でございます。まあ、いわゆるあのグルメバーガーと最近テレビなんかでもよく出られるんですけども、2010年から独学でハンバーガーを始めまして、2020年5月で10周年を開催させていただきました。海の家っていうイメージで、海のない大宮にちょっとこういったお店を作りたいなっていう思いから、はい、できました。僕が地元が大宮でここで育っているんで、ですのであのお肉屋さんもパン屋さんも全部地元のお店から仕入れた。なるほど、地元感満載のですね。はい、それでは早速この後試食に移させていただければと思います。到着いたしました。こちらどうですか、見えますか、このボリュームのバーガー。ね、ポテトも可愛いですね、これね。美味しそうです。美味しそうですね。当店名物のビーチバーガーと言いまして、ビーチストーリーのビーチバーガー。上からバーベキュー、エッグ、アボカド、チーズ、ヒッコリーっていう組み合わせでできております。そのビーチなんですね。はい、メニューの裏側にこう食べ方もこう書いてありますね。ハンバーガーはもう肉汁が溢れてくるものですので、なるほどバーガー袋。あ、これがバーガー袋ですね。はい、これの串を抜いていいんですね。はい、抜いちゃって、あ、パンがすごいあったかいですよ、これ。で、これを軽く潰せる。はい、肉汁をパンに染み込ませるような。あ、へぇ、そういうイメージなんですね。おぉ、おぉ、うん、ソースがこう飛び出て。これをこのバーガー袋に入れる。ほど。じゃあこれでガブッと絶対しちゃいますね。すいません、いつもいただきます。ほほほ。ワイルドに行きました。パンがすごいです。サクサクです。このサクサクなパンと潰したことによって肉汁はこの内側のパンにはこう染み込んで、そこは柔らかいんですよね。で、この肉の旨味、中のこのレタスもパリパリです。うん。うん。音が。うん、ソース、ヒッコリーソースでしたっけ。ヒッコリーとバーベキューですね、外は。2個ソース入ってるんですね。うん、美味しい。国産牛 100% で、手骨のもう冷凍一切していないですね。手骨なんですね。肉汁すごいですもんね、これ確かに。それは美味しいですよ。これは美味しいですよ。でバンズがバターロールと同じ生地なので、ちょっと甘みがパンだけでも。そうなんですね。確かにパン美味しいなってまず最初にやっぱり思ったので、すごいボリュームがやっぱすごいですね、これ。美味しそう。厚さ、潰したのにこの厚さですかね。いい食べっぷり。合ってます、もうアボカドとこのソースの絡みが。うん、全てのハンバーガーにポテトとサラダがサラダもつく。うん、プラス120円していただくとこのサイズでドリンクが出ますね。このドリンク120円でこのサイズで出ちゃうんですね。これ結構大きいですからね。結構な量ですよ、これ。もうサラダもこのドレッシングも自家製。もうこちらで、はい、自家製で作ってます。じゃあちょっとサラダもせっかくなんで。うん。うまい。じゃあそれでこの猫ちゃん。はーい。うん。CM みたいな音。すごいサクサク。でも中はふわふわで。美味しいです。ここ追加トッピングとかもこうあるんですか。はい、まあ、ある意味無限にございます。あと自分の好みのバーガーをこう食べながら見つけてってっていうのができるところですね。はい、ぜひぜひこの大宮の裏路地にあるこの海にぜひ皆さんお越しください。海の家に、海の家海に海に、ぜひ海気分を味わっていただければと。はい、いや、美味しかったです。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それではですね、見ていただいている視聴者の方にちょっと一言できればと思います。まだまだコロナ禍ですので、来店できない方は Uber Eats や出前館などのデリバリーをぜひご利用ください。はい、これからもビーチストーリーは地元大宮とともに成長していければと考えていますので、皆さんぜひお待ちしております。
アルジネさんも頑張ってください。頑張ります。頑張ってください。そうですね、勝たないとね。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、本日のホームタウン飲食店紹介、これにて終了となります。また次回お楽しみに。楽しみに。